バスケ愛好クラブ？うん、部を出ちゃった以上自分たちで自主トレーニングするからって。なんだと？気にしない気にしない、いずれ副部する連中だって言ってたじゃない。そんなに目を三角にすると大きなお世話だ。よし、こうなったらどうするのよ。本家が無家に負けて止まるかってんだ。チビ、崖まで駆け足、止め！待って待って先生、待って先生。大丈夫ですか？どこも落ちませんでしたか？君だ、一時停止を何だと思ってんだ。人がいるのに足止め行ってくじゃないんだぞ。謝れこの人に。こっちは休業なんだ。これが誰の車か知ってるのかね。あほんだら、たとえ何様でも悪い方が悪い。おい森本、そのお年寄りをお乗せしろ。はっ、へへへ、大丈夫。おい乗せてどうする。決まっとるじゃないか。全部忙しい矢先だが病院に連れて行く。しかるのち怪我でもあったら一切こっちが保証する。それで文句はなかろう。結構です。その言葉、ここにいる全部が証人ですから必ず守っていただきます。バカモン、わしは市会議員だ。たとえ市会議員でもたった今もう少しで人身事故になるとこだったのを忘れないでください。森本、乗せて出せ。はい。あなたって人、噛みつくにしても相手とかしか分からないの？柏原守の父親は学園の実力者だってこと知ってるんでしょ？ドン・キホーテだわ。それもイノシシに乗ったドン・キホーテ。僕が選んだこの道、明日へ歩く。何をするのと聞くのか、僕はこの世に生まれた。愛するために若い血潮が燃える青春、炎が燃える。誰も知らない空の星探そう。こいつは誰だい？書いたのは、こうしてみると僕もなかなかハンサムだな。しかし僕はドン・キホーテじゃない。僕の立ち向かっているのは風車なんかじゃない。僕が全身でぶつかっていく相手は僕と君たちの未来なんだ。スリバンテスが書いたドン・キホーテとは。先生、国語の時間です。早く授業に入ってください。先生、授業時間は有効に使ってほしいです。
これは失礼をばいたしました。つまんないな。ねえ、たまには漫談だって構わねえよ先生。そうはいかんよ。月給をもらってるだけのことはしないとな。どうぞそうお堅いことをおっしゃらないで。いえいえ、どういたしまして。真面目にやってください。真面目にやりましょう。本日の授業は作文だ。作文？ずるい、手抜きだわ。手抜きじゃない、宿題にしてください。作文なんか。宿題反対。静かにしたまえ。国語とは読んだり書いたりだけでなく表現鑑賞も含まれている。当然。ところでこういう話がある。去年東都大を優秀な成績で卒業し、ある一流の会社に就職したエリートがいる。このエリートが入社1年を経たずしてクビになった。理由は字が満足で書けなかったからだそうだ。そんなバカな、東都大を出た人間が。と思う心の浅ましさだ。現に3年 C 組のクラス日誌を見てみろ。文章はデタラメ、字は間違いだらけ。これが高校3年、しかも僕の受け持ちかと思うと情けなくなるぞ。最近の入学試験や入社試験でも丸抜式だけでなく作文を行う例が多くなった。限られた時間に与えられたテーマを自分の文章で表現する。もちろん字引きなんかありゃしない。さあ文句を言わずにやりたまえ。題は自由、思っていることを書きなさい。時間が来たら自力でトンボでも提出させるぞ。5時は減点だ。それを頭に入れてスタート。大したもんだ。イノシシめ。イノシシとはですか。商工学園のイノシシじゃよ、あの若造。いや、今朝はとんでもない言いがかりをつけたそうで、一度ああいう手前をこっぴどくご覧なさい。奴が3年担任だということ忘れんな。あら、はい。一体人事課長にその辺が読めなくてどうするんだ。誠にどうも申し訳ございません。まあ、あくまで突っ込んできたら一発こっぴどく潰してやるが、ただの青二歳だ。私より若いだけにやりやすかろう。はっ、うん、まあ話がまとまるまでな、飴玉でもねじ込ね。はい、必ず。よそが大川内に手を打てよ。はい、必ず。柏原さんか。それじゃちょっと相手が悪かったですね。だってしょうがないわ、向こうが悪いんですもん。猪木先生の方が正しいのに。いや、だったらイノシシイノシシとそう攻撃することはないでしょう。だって突っかかるには突っかかり方がありますわ。いくら正しくたってドンキホーテじゃあるまいし。柏原さんといえばメンツの問題では異常に執念深いところがあるんでしょ。それを刺激してとんでもないしっぺ返しを食らったら、いくらあのイノシシだって心配ですか。そんなに。え、好きだという証拠ですな。そうやたらに心配だというのは。知りません。誰があんなドン・キホーテになった。愛しています。これが初恋というものなのでしょうか。いいえ、私には分かりません。授業中に先生の横顔をそーっと見つめるだけで精一杯なんです。私、夕べ恥ずかしい夢を見ました。岸辺に私と先生が立ってるんです。川風に私の髪がなびきました。あなたの手がそれをそーっと押さえてくれました。私が振り合うと先生の熱い情熱的な目が私をじっと見下ろしていました。そして先生の燃えるような唇が。待て。バカなことあるぜ。え、いやいや、どうも。Thank you.
今日二人を残したのはだ。二人とも一体何ていう作文を書いたんだ。え、あら、あれじゃいけなかったんですか。いかん。いくら自由題だからといって創作はダメなんですか。創作？実は表現力のテストでしょ。自由題なんか適当に思いつかなかったんだ。演劇部員としては一つの役を演じると同じように初恋の気持ちを創作してみたの。え、じゃあ君は。やった、じゃあ先生本物だと思ったの。ここ見た。よろしい、君はもう帰っていい。どうもお騒がせいたしました。お先に。バイバイ。さて君だ、これが一体作文かね。表現力のテストでしょ。表現力は表現力とも国語の時間のだ。だって別に歌うか表現しなきゃならないようなもん何もないもん。じゃあこれは何を表現してんだね。まあいろいろとね。絵は好きなんか。まあね、好きこそものの上手なれか。うまいぜ、なかなか。今朝のドン・キホーテも君だな。親父とやり合ったからの腹いせじゃないですよ。当たり前さ、君には関係ない。どうだい、本当に好きならこんな落書きじゃなく本格的に勉強してみたらどうだ。勉強？ なぜ。なぜ何事も勉強だ。高校生が勉強しないでどうする。勉強してどうするんです。なんだと。君は進学組だろ。浪人して廃炉の精神を受けたくないなら勉強だ。大丈夫さ、落第したって親父が金で入れてくれるよ。君、そしてその後は親父の後を継いで社長になる。バカバカしいじゃないですか先生。勉強してもしなくてもなれちゃうなんてさ。俺にはね、一生懸命やらなきゃならない必然性がないんだよ。全てがアホらしくってさ、こんな時お袋が生きていてくれたらなって気持ちの表現がこのヌードです。ねえねえ、どうです、うんとおっぱい出そうでしょ。とにかくやってみろよ、君はいいものを持ってる。一番好きな、一番描きたいものを描いてごらん。絵描きに知ってんのがいるから見てもらってやる。ま、気が向いたらね。いかん、宿題だ。宿題？そうだ、表現力の宿題だ。先生、いくら部員が一人だからって年収をサボるから決してなんであると。おっと、そいつはいけねえ。はい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 どうやら大丈夫のようです。驚いた。すいません。驚いたのはこっちですよ。声もかけずにいきなりコードに入ってくんだから。かけましたよ。声をかけましたとも先生が聞こえなかっただけじゃないですか。そうですか。それはどうも。で、何か僕に。いやー、どうどうも。ご足労かけました。どうぞこちらへ。どうぞ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 。いやー、陽気はようございます。どうぞ。あ、紹介しよう。君は初めてだがね、こちらは橋原工業の雨宮人事課長。
雨宮です。今後とも一つよろしく。 あちらは柏原商事の杉井人事課長。杉井です。猪木豪太郎です。さあさあどうぞお楽になさってどうぞ、というわけでまあ一杯やりながら。これもしっかりしておりましたぞ。いやいやいや、わかりましたぞ。いや、私はいいからいいから、ずっと飲んで話はそれからだな。参りましょう、参りましょう。おお、ご立派。待ってください。いいからいいから、話は3年C組のことなんだがね。僕のクラス、君っとこのクラス就職組は現在何名ぐらいだね。そうですね、一応希望表を見てみないと正確なところは分かりませんが。分かったところでね、至急私の方にご連絡くださいませんか。はあ、しかし、ご承知の通り3年生は来学期早々各企業から求人が回ってきますんで、できればそれを一つ私どもの方へ確保していただきたいと願いましてね。お互いの話ですね。幸い花岡先生が就職の方を担当していらっしゃる関係上ね、毎年この確保の点でご協力をいただいておりますもんで。何、協力って言ったってただ3年の先生を引き合わせるだけのことですか。いえ、どういたしまして。しかし猪木君、君はよくよく運のいい男だぞ。同じ持つのは3年生、3年生を持つのと持たないとではぐんとうまみが違うんですから。うまみ、いや、それほどのことでもございませんが、ほんのこのご挨拶があり、どうぞ背びれとも慎重な方でください。お断りします。聞いていれば何ですか。青田がいならともかく、青田どころかまだ田植えの時期ですよ。でもあなた、私の職務としては来年の3月までみっちり勉強を教えることです。いいのか。断然反対です。今頃から就職が決まってみなさい。勉強する子ですら勉強する気がなくなる。その空気が当然進学組に影響する。私はそんな生徒を作ることに絶対協力ができません。いや、しかしですな。それにだ、私個人としてはたかが自分の運転手一人でさえちゃんとした社会教育のできないような人物を社長として仰ぐようなところには私の生徒を推薦したいとは思いません。失礼します。先生、ひよくん、よろしい、よくやった。それでこそ我が家の先生だ。おい、よし、ついてんね。ちょ、ついてんね。はい、先生。そうですか。じゃあ、試食直しに。けどよし、お前の時だってそうだったじゃねえか。何ですか、よしえさんの時って。ひどかったんですよ、中学を出る時に。柏原工業でさ、金の卵ってんでね、こいつらからの頃から中卒ってのはぐんと減りましてね、それも取りっこで、やつは司会議員の肩書に物言わせ、学校の先生を金とおかみの意向で抱え込んじまって、おかげで自家用車持ちの先生が増えちゃった。ひどい、それじゃ人会の片棒担ぎじゃないの。でも本当だったんですよ、それは。ますますもって不愉快だ。それにうちに来るお客さんの話だと、柏原工業ではまた工場を拡張したんです。だからどうでも人手が欲しくて実弾をぶつけてきたんじゃないか。そうか、それだ。汚ねえ、人買いの手伝いなんかたとえ殺されたってするもんか。なんだと、はい、もう一度言ってみろ。はですから、青田がいどころか田植えもまだ済んでないって、田んぼの話をしてるんじゃないわ。はい、その上高川運転手一人の社会教育もできないわ、社長のところへは。なお、邪魔、それで生の上に引き下がってきたのか。なんとも、こっちの夢が、あんな青臭いの市議に社長のわしをそこまで刻にされてくるとは。人事課長の役は任せておけば。社長、帰る。イノシシめ、で宿題を。宿題、何ですか、一生懸命で。お夕飯にも出てこないくらいに。
題。宿題？お前の学校はストリップの絵を宿題に出すのか。ストリップじゃないよ、ヌード。どっちだって戦いに変わりはないよ。いや、それでいいじゃんかよ。まだこんなものこんなものってことはないでしょ。父さんの死んだカニさんだよ。守る。しょうがねえさ、イノシシが好きなものかけってんだから。イノシシ？じゃあこの宿題は。イノシシの命令だよ。あら、やつは国語の教師だ。国語の教師がストリップの絵を描かせると一体。忘れるとこだった。イノシシが親父に明日学校に来いって。何？親父も苦労だよな、出来の悪い息子を持つと。無礼だ。何が？この場所に呼びつけると無礼だよ。さて、もう一踏ん張り、精を出すか。何だかよろしい。父さん、あんな男の命令など聞くな。命令でやってんじゃねえよ。何？俺はね、俺は久しぶりに一生懸命になってんだよ。邪魔しないでくれよ。いざ、この絶対いるぞ。バカ野郎。これはこれは何かご急用でも。猪木を呼びたまえ。猪木を。花岡君。は。いや、どうもご苦労様です。早速ですが、守君のことで。待て。今日わしが来たらそのことでもない。は？昨夜君は我が社の人事課長にとった態度、あれは一体何だ？待ってください。僕は今日、担任の生徒の父兄としてあなたを呼んだんです。黙れ、青二歳。その青二歳の見た目ですが、守君は頭がいいのに、大変成績が悪い。猪木君。それはですね、高井先生。この親父の猫かわがり的ワンマンが、あたら優秀な息子のやろうとする気をスポイルしてるんです。こんな不幸がありますか？お父さん。お父さん？守君が大事だったらお願いです。守君にやる気を起こさせるようにしてください。言うことはそれだけか。それだけです。では本題に戻そう。わしはな、君みたいな軽はずみな若造に本学への大事な3年生を任せておくわけにいかんぞ。しかし先生、猪木君が着任以来1ヶ月、テストの結果を見ましても生徒たちの成績はかなりの向上を見せてまいっております。人間は学校の成績だけじゃないよ。あ、実社会だ。社会でどういうポストが与えられるかによって人生が変わるんだよ。この男はな、わしがせっかく有利な条件で本学園の卒業生を雇ってやろうと言ってるのに断りよったんだ。当然じゃないですか。あなたのためですよ。何？市会議員として公職にある人が閣議によって青田会が規制されたことをご存じないわけがないでしょう。我々教育官の者としては文部省の意向を無視するわけにはいきません。あなたも公職にある人間なら、下手な横紙破りをして新聞種になるようなことは慎むことですね。高井君、今のこの男のことは覚えておいてくれ。はあ、後ほどよく申し聞かせます。はい。はい。社長。たまに用はない。ある。はい。なんて安請け合いして。今までくれてった金返せ。社長。はい。花岡君、父さん、なんて汚れんだよ、なんて卑劣なんだよ、父さんは。おじなさい、子供には関係のないことだ。もうありさ、この子供の学校なんだよ。土足で踏みにじないとたまるかよ。謝れ、俺の先生に謝れよ。くそ。けど話
ってください。これは俺と親父の問題なんだ。聞くんだ、父さん、父さん。先生、あれが俺の親父なんだ。何でも金で解決しようとする、あの男が俺の親父なんだ。まったく私は今日ほど情けない思いをしたこともありません。何です金をもらってるとは。しかしそれはその弁解無用。それは柏原さんには本学園としてはいろいろお世話をいただいてる。だからといって生徒の将来柏原さんの事業とを結びつけることはありません。いや、それどころかこんな田舎の会社だけでなく都心の一流会社に我が陽光学園の卒業生を送り込むことが私の計画なんだ。進学も一流、就職も一流。それを汚らしいリベート何度でストップさせてもいいと思ってるのかね君は。いえ、私はすぐに返しなさい。陽光学園の名誉の問題です。守る。殴んなら殴るよ。俺は何度でも言ってやるよ。3年生、いや俺たちのクラスだけでも絶対に父さんの会社には入社させない。黙れ。誰のために柏原工業だと思ってるんだ。柏原、みんなお前のために頑張ってるんじゃないか。嘘だ。無駄なされるもんか。親の言うことは俺は嫌だよ。俺より優秀なのに家の都合で進学できなかったやつの重役に、そして社長になるなんてよ、俺にはできねえよ。恥ずかしくて死んだ方がマジだよ。押し抜けて。あなた、もう俺が腰抜けかどうかよ。やめて、やめて、お願い、守るさ。もう死んじまえよ、やつなんか。先生が。どうぞ。おお、なかなかいい部屋じゃないか。先生どうぞ。いや、どうもありがとう。どんな声ですか。いや、散髪に来ただけさ。ついでに敵の本拠を見とくのもいいだろうと思ってね。冷やかしですか。今日は嫌にひねくれてますな。僕は確かに青二歳ですよ。しかしね、柏原守の悩みはわかる。それと本当はあの親父を愛してるかもしれないってこともね。何か僕で力になれることがあったら。結構です。僕は柏原の担任です。僕一人の力で解決してみせます。いや、しかしね君。先生、電話です。柏原さんの宅から。柏原？はい、先生。もしもし、猪木です。先生、守がそちらに伺ってませんでしょうか。守君、いや来ていませんが。もしもし、守君がどうかしたんですか。はい、さっき主人と大喧嘩をして飛び出したんですけど、そのまままだ戻りませんので、もしやと思いまして。はは、どうぞよろしくお願いいたします。はい。引き渡されねえだけありがたいと思え。
柏原、柏原じゃないか。おい、しかしよ、おい、どうした。え、バカ、泣き味があるか。なんて邪魔をしてるんだ。まあ、今の手当てをしようじゃないか。話は後だ。ほら、先生、手当ても話も僕やります。しかし君、柏原は僕の受け持ちです。縄張り根性はよせ。縄張り、僕はこの子を2年間受け持ってきた。僕は言ったはずです。僕は解決します。僕も言ったはずだ。手を貸そうとな。大丈夫、力は誤ってます。ほら柏原、よしよし。わあ、ひどい。感心してる間に早く手当てしてやんなよ。泥だらけじゃねえか。しょうがないよね、男なんて子供でも大人でも飲むと必ずこれなんだね。お父ちゃん、なんだと。先生、この子の手当てしたら先生のお部屋連れてきますから、先生お家の方にお電話を。はい、じゃあお願いします。はい、しかしよろしく。もしもし、柏原で。あ、先生でいらっしゃいますか。え、マモロが。はい、今夜のところはひとまず僕が預かります。いえ、別にご心配なく。どうせ明日は日曜ですから、一日ゆっくりさせてから送ります。ご主人にもそうお伝えください。はい、失礼します。え、これだ。心配させやがって、いい気なもんだぜ。おい、おい、待て待て待て、今攻め機持ってくるから。うわぁ、うわぁ、おい先生。はぁ、この先生あってあの世代か。どうだい、元気じゃないか。ちっともくよくよしなくて、お茶目で可愛いだろう。うん、だがあの子、家にもおふくろはいないんだ。けどあの子には兄弟がある。けどお前には新しいお母さんがいる。心配してらしたぞ。ゆうべは俺んとこに電話をくれたのもあの人だ。なあ、一人で帰ってみないか。俺が送っていくのは簡単だ。だが一人で堂々と行けよ。逃げるんじゃない。若さとは逃げないことだと俺は思うんだ。俺はドン・キホーテだと言われた。けどいいじゃないか。敵に背を見せるよりはるかに生かすで。親父から逃げるな。お袋から逃げるな。社長の子から逃げるな。好きな絵からも逃げるな。書いて書いて書きまくれ。その中に君の求めるものが浮かび上がってくるはずだ。勉強しなくて社長になれるなんて、お前のはこの世知辛い世の中に贅沢すぎる悩みなんだぞ。先生。ん、一人で帰るよ俺。そうか、よし。いいか、この際あいつは切っておかねばならん。はい、このわしに盾をつくようなイノシシは陽光学院に置いてはならん。いいか、あんたには従来通り出入りを許してやるから、その代わりあのイノシシを追い出すんだ。しかし一体どんな方法で。うん、タバコだ。タバコ、タバコを吸う生徒は3年の C 組に集中してるはずだ。はいいかい、風紀係の先生たちに連絡を取ってな、明日の朝抜き打ちに全生徒の所持品検査をやるんだ。はは、まあタバコはもちろん、ベロボン、刃物、化粧品、それがゾクゾク出てきてみろ。高い教頭だってこの間のメンツがあるよ。え、そういうのをしてきたイノシシを見逃すわけにいかんだろ。これは目案だ。しかし他の組の生徒が含まれますと。たかが一人や二人の生徒なら構えよ。イノシシ狩りの道連れにせ。何としてもあの男を追っ払うことが先決だよ。
大変なんだよ先生。どうしたこの夜中に。明日所持品の抜き打ち検査があるんです。抜き打ち検査？親父の考えです。さっき俺がトイレに起きたら親父がおふくろに明日守の服とカバンの中を注意してやれって言ってんのを聞いて、なんで俺やりやがったわね。どこまで生徒を侮辱するのよ。先生どうする。このもんじゃだいぶ引っかかる生徒さんがいるんじゃねえんですか。だからってこんな時間に700人もの生徒どうすんのよ。チビアイナ、バスケ愛好クラブの朝のトレーニングは分かってます。よし、ここは一番あの子たちと手を握るんだ。柏原。はい。お前はお前でできるだけこの情報を流せ。はい。所持品の抜き打ち検査がある。高速違反のものを持ってるやつは悪い。だが罰するための罰則は断固反対だ。よって君たちに全員服部を命じる。君たちはこれから直ちにゲリラ隊となって当校の生徒たちに検査のことを知らせる。はい。部長命令だ。走れ。一人も漏らすな。了解。本当かそれ。本当だよ。おお、引っ越しやがるねや。おい、おう。おお、幼児にも知らせてやってくれ。おお、任せけ。頼んだぞ。おで、陽光学園には校則無視の生徒など一人もいないことになる。世間ではますます本学園を尊敬することでしょう。しかし教頭、一人もいないなんて不自然じゃありませんか。当然です。情報は確かに漏れてる。だがそれでいいんです。当分は生徒たちも所持品には注意するはずです。
だとすれば今回の検査はそれなりに効果があったことになる。どうもご苦労さんでした。柏原、お前のおかげでみんな助かったんだ。ありがとう、本当に。違うんだよ。俺はそんなつもりで先生に知らせたんじゃないよ。え？俺は、いや、俺だってタバコ吸ってるよ。それが今日に限って俺だけ持ってねってことが嫌だったんだ。というより、これだけ仲間と違うことが、仲間から離れてしまうことが怖かったんだ。そんで、わかった。それでいいんだよ、柏原。先生。なんだ。宿題もう少し待ってください。ん？いいのがなかったら持ってきますよ。よし、期待してるからな。はい。どうする、エル君。行くしなね。あ、何してる？さっさとグランドへ行かないかね。君たちは全部復帰したんだろ。でも、あれは手伝なんです。あの場合あんまり急だったんだもん。そうよ、だから捜査に走っちゃったんです。弁解無用。陽光のバスケット部員なら部員らしく、早くグランドに飛び出すんだな。な、キャプテン。ほら、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 ほら。おう、どうした？どうしたって、来たんです、練習に。ほう。部員でもないものが、なぜ？まあ、バカね先生、今朝自分で腹部させたじゃない。え？あ、そうか、いけねえ。その代わり先生、この中には進学組もいます。だから我々の勉強に支障のない程度のトレーニングを申し入れます。よし、分かった、じゃあ来い。よこー、はい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 、でも、好きだからじゃありませんわ、あんなイノシシなんか。何をするのと聞くのか、僕はこの世に生まれた、愛するために。若い血潮が燃える青春、炎が燃える、誰も知らない空の星、探そう。燃え青春炎のごとく、若い力だ情熱だ、我が青春に悔いなく進め。イノシシ先生とバスケット部員の対立は続く。県大会出場を前にして必要資金3万円、豆腐売りの貨物が工面したが手段は悪かった。
町のチンピラと生徒たちの間に大問題発生。イノシシ先生の立場は苦境に追い込まれて、炎の青春第5話、コブから出た誠。